ヒデボーさん、これは膠着したまま来ましたね。いや、そうですね。今あの観戦会の仲間の皆さんと見ながら言ってたんですけど、はい、まあ、大阪府警がやっぱり粘って粘って、ディフェンスでしっかり止めて、で、フルバックのラン、これをずっとじわりじわり続けてるというのが愛知さんにだいぶ効いてるような感じがしますよね。ですね。あれが距離というよりは時間を奪ってるような感覚になってるんでしょうかね。そうですね。もうどん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 今時間なくなって第4クォーターに入っちゃったんで、あれよあれよとという感じで第4クォーターに入ったというふうにも感じました。はい、この愛知さんのオフェンスがね、今ビリー選手にパス通りましたけど、こういうこうとっておきのプレーをどんどん入れて、うん、絶対取るぞというドライブになると思うんで楽しみですね。そうですね、はい、この配信本当に協賛企画としてやらせていただいているこの配信ですけれども、初日から非常にいい試合を取らせていただいていると思い非常に光栄に思っております。14番大阪府警チームの14番のジャージが破れたため今着替えております。先ほどから活躍しておりました14番の高倉選手のジャージが破れたようですね。何気に痛いんで早く戻ってきたいところでしょうね。そうですね、はい、これジャージという話ですけど、さあこの隙を果たしてついてくるでしょうか。愛知ゴールデンウィングス、さあ第4クォーターに入ります。さあ本当に見計らったようにナイスラン、ナニバック30番近藤選手、ここに来てようやく素晴らしいランを戻してまいりまして攻撃権更新です。ファースター第3クォーターはなかなかねランがうまく出なかったですけど、ここでしっかり出してきましたね。そうですね。さあこの状況、これが突破口となるでしょうか。相手陣34ヤードに攻め入っての愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10です。さあクォーターバック13番スクラムに入った。パスターゲット見つからなかったですが、しかし左に展開し約6ヤード近いゲインを奪っています。ここもビリー選手の方見てましたね。縦に上がっていって、はい、逆に言うとそこがちょっと空いたので走れたというような感じもありましたね。そうですね、はい、左側を確かに集中的に狙っているようですので、これがそちらの方にビリー選手を構えて固定しているという感じも見受けられますね。はい、さあセカンドダウン3の状況に挑みます愛知ゴールデンウィングス。さあ今度は持たせた35番中央へのランプレー。さあ攻撃権更新になったでしょうか。判定を待ちたいと思います。わずかに届いていない模様です。サードダウンに変わります。さあランがねじわりじわり出てますけど、ランで行くのか、それとも一発多く狙うのか、はい、ちょっとここのプレーチョイスは注目したいですね。はい、さあそのサーダン残り1ヤードインチでしょうか。この状況です。うわ、キュービーキープ、キュービーキープとした愛知ゴールデンウィングスファースター、攻撃権更新となりました。ここは QB キープをチョイスしましたね。ここは今までね使ってなかったようなプレーをここで、はい、やっぱりとっておきを入れてきたような感じでみんな騙されてしっかり通りましたね。あ、見事に決まりまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10としました。ボールオンは相手陣21ヤード。さあそしてこの残り21ヤードの攻撃をどのように仕留めてくるか愛知ゴールデンウィングス。さあパスは通った、しかしこれはほとんどゲインなし。プレッシャーからワイドレシーバー6番にパスは通せましたが、ゲインは2ヤードにとどまっています。こ
ここも大阪府警宇都宮選手しっかりタックルで抑えましたね、はい。そして先ほどちょっとアナウンスあったみたいですけど、14番つけてた高倉選手はジャージが破けたため17番に着替えられたようですね。そうですか、はい、この点ちょっと注意しておきたいと思います。さあ状況はセカンダン8となりました。持たせます。キャリアは失礼、9番、クォーター枠13番吉田でした。ハンドオフェイから自ら中央突破、ゲインは約4ヤードほどとなっています。あ、ちょっとクォーターバックの選手が今痛めましたかね。ちょっとそうですか。となりますと一旦ここでクォーターバックの吉田は離れる形になります。ブルータイムアウト、視聴者のためのタイムアウトです。審判団の判断、ね、判断にはなりますが、少なくとも負傷者が発生した場合はその選手は一旦プレーをワンプレー出なければいけません。それがクォーターバックの吉田というのがこのサードのシチュエーションでは非常に大きい状況となりました。これをどうするでしょうか。愛知ゴールデンウィングスクォーターバックは7番に変わりましたね。そうですね、登録上はラインバックになった長浜選手ですね、はい、長浜選手。しかしこの選手はかつて X でも活躍した愛知伝説のクォーターバックです。そうなんですね。さあここでパス通してターゲット10番ビリーだったが、これは見事なパスカバーでパス不成功。カバーまた高倉選手でしたね、おそらくね今。はい、これはやはり高倉選手がキーマンになってるように見受けます。はい、私個人としてはこの長浜選手、それこそ福岡三蔵阿波屋というところに追い込んだ名クォーターバックですので、非常に印象に残っています。今季久方ぶりに復帰されたと聞いていましたが、その姿が見れたことが個人的には非常に光栄に思います。はい、さあそしてここで選択したのはフィードゴールチョイスです。愛知ここでフィードゴールによりまず差を詰めるという選択にします。キッカーは2番の毛利、伝説の名城大学の伝説のキッカーがこのフィードゴール35ヤードに挑みます。キック成功、3点獲得です。フィードゴール成功です。これによりまして愛知ゴールデンウィングス10点、大阪府警シリーズで14点となりました。さあまずは差を詰めるという選択になりましたね。はい、これはもうでもタッチダウンが本当は欲しかったシリーズだったと思うんですけど ですね、よく止めましたね大阪府警。これはむしろ大阪府警が素晴らしかったというべきでしょうか。はい、ただこれ残りねまだ6分近くある中でということなんで、まだ全然どう転ぶかわからないので、この3点をまず入れてっていうのは、逆転に向けての、はい、大きな前進でもあるかもしれないですね。はい、さあ残り時間6分を切っての5分57秒。はい、ワンタッチダウンと言えませんが、少なくともフィールドゴールでは追いつかない得点差4点、その状況での試合再開です。さあここで大阪府警リターン入った、これはしかし愛知ナイスカバー、うん、先ほどからリターン好調な大阪府警をここは見事に抑え込みました。このシリーズがどれぐらいランを出して時間を使ってくるのかというのは非常に大きなポイントになると思うんで、はい、どのタイミングで愛知が攻撃権を自分たち回せるかというのは非常に注目ですね。あ、そうですね、ランプレーにより時間を奪うという選択がまだ可能ですね。はい、ライン力において優位を感じている大阪府警としてはその選択は確かにあります。ボールオンの状況は自陣17ヤードの地点からの大阪府警ファーストダウン10。わあ、インターセプト、インターセプト、これは大きい。ここで大阪府警裏をつくようにパスを投じましたが、これを奪ったのは愛知、したがって攻守交代です。ターンオーバー、これはでかい。いやー、ちょっとこれ裏を変えたつもりが逆に愛知さんが見事に取りましたね。ですね、これによって愛知は絶好の逆転のチャンスを得ます。はい、5番の福岡選手ですかね、今インターセプトは、はい、値千金のインターセプトを決めましたのは5番福岡選手、東海大学のプレイヤー。
素晴らしかったです。さあ相手陣23ヤードのシチュエーションから愛知ゴールデンウィンクスの攻撃に入ります。愛知ファーストダウン10。クォーターバック長浜選手が継続ですかね。長浜がそのまま入る、はい、さあオプションプレーを選択した。ピッチを受けた、切り上がる、おお止まらない、ナイスだ、見事なランプレー見せます。30番ビッグゲインファーサー。ここへ来てこれまで抑えていましたランニーマック陣が素晴らしいランプレーを決めました。30番の近藤、ここで見せました。ここ一気にパーサントゥーゴールだ、取ってしまうのかどうかですね。残りは2ヤードの状況。まず中央、うん、キャリア35番、タッチダウン、愛知一発でタッチダウン取りました。いや素晴らしいランでのタッチダウンでしたね。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。この絶好のチャンスを愛知ゴールデンウィングス35番に託しました。35番水野、これを見事に突破しタッチダウンとしました。水野は日本福祉大学出身の現在チームのバイスキャプテンを務める主力ランニングバックです。ここで近藤選手、水野選手のワンツーパンチがまたしっかり効いてきましたね。前半試合を作っていたこの両ランニングバックが最終試合を作り変えた感じが見受けられました。はい、やっぱりあとインターセプトの後のシリーズね、しっかりこうやってタッチダウンにつなげたっていうのはこの終盤においてめちゃくちゃ大きい気はしますよね。そうですね、あのインターセプトも大きかったですね。大きかったですね。逆に言うとここまで手堅さを売りにしていた大阪府警、ちょっと策に走ってしまったのかもしれませんね。はい、あそこはフルバックのゴリゴリランプレーという選択もあったと思うんですが、裏をかいてというところがね、はい、あったと思うんですが、ここが駆け引き勝負ごとの難しさ。さあそして愛知のトライ4ポイント、キック成功、1点追加、愛知ゴールデンウィングス17点、大阪府警シーズ14点、逆転となりました。この試合大阪府警が追う展開になるのは初めてですかね。そうなりますね、はい、なのでちょっとこの展開でどういったオフェンスできるのかっていうのは注目ですけどね、はい、大阪府警は基本的には短いランプレーをコツコツつないでいくというスタイルですから、はい、リードをするには向いていますが、逆に言うと追うとなると時間が使う分しんどい攻撃ということにもなりますね、はい、残り5分5秒というのがどう転ぶかというまだ微妙にわからない時間なので、ランも確かに、はい、使えると思うんで、落ち着いて、ランプレーを重ねていくというのが一つ考えられると思うんですが、どうでしょうか。あ、なるほど、確かに残り時間から言うならばこれをフルに使い切れる攻撃はまだ可能と感じられますね。はい、まあ、3点でもね、はい、同点にはなるので、はい、さあキックオフされました。さあリターン入った、さあ高倉選手ですよ。高倉がリターンする、抜けていく、今度は決まる、うん、40ヤード付近までリターンしました。この位置からの大阪府警の攻撃となりますが、その高倉が今倒れているか、いや大丈夫ですかね。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで一旦高倉が離れる可能性があります。まあ、今日相当な運動量になってますもんね、高倉選手。そうですね、ほとんどスペシャルチームディフェンスチームに出ずっぱりという状況は見られました。ここで高倉選手、まあ、実際オフェンスの方では高倉選手はそれほど起用されていないようですから、今の時点での攻撃にはそれほど影響がないかもしれないですけれども、はい、
残り時間を考えてもスペシャルチーマーとして入る可能性を考えるとちょっと痛いかもしれませんね。そうですね、スペシャルチームないし、まあ、まだわからないですけど得点が決まった後にディフェンスということになれば、はい、大きな、痛手になる可能性はありますが、まあ、ただ逆に今高倉選手のおかげでここまでいけてるので41ヤード地点ですかね、ここからのオフェンスはだいぶフィールドポジションとしてはいいと思うんで、はい、ちょっと期待したいですね。極端に言うと、まあ、逆転を狙うのはもちろん立ち合うんですが、はい、ここでウォーターブレイクが入りました。逆転を狙うという意味ではタッチダウンがもちろん求められる状況ではあるんですけども、はい、言い換えればあくまで優勝争い得失点や順位を考えれば引き分けという選択肢、うん、あまりアメフトでは好まれない選択肢ですが、それもまだ可能な状況とは言えますね。そうですね、まずフィールドゴールレンジまでいかに進んでいくかというのが、大きなポイントになってくるんでしょうね、はい。まあ、そういう意味ではランが、しっかり出ているので、ええ、それが押せていければ十分にありえそうだなというふうにも思いますし、はいはい、非常に面白い開幕戦になっております。本当に面白いですね。最後までちょっとどう転ぶかわからない展開が続いてますよね。一見すると優勝チームが崩れるということはそれほど考えにくいのが本来はこういったリーグなんですけれども、はい、ただやはりリーグ戦ですのでその一戦一戦における白黒というのは非常に大きいというのは確かですので、うん、はい、ここで大阪府警が番狂わせとなると本当に面白いことになりますね。うん、ね、新型コロナウイルスの影響でしばらく、ね、試合にも公式戦にも出れなかった中で、はい、こういった素晴らしい試合を、見せてくださっているというのもね。そうですね、はい、とても感謝しつつ、さあ後半戦に入ってまいります。大阪府警が自陣41ヤードからの攻撃に入ります。ファーストダウン10。さあまずトスしまして右オープンへのスイープを図る。キャリア4番オープンへ展開しますが、うん、これは愛知がカバーしまして、ゲインは2ヤードほどに止めています。キャリーしました大阪府警の4番は角。芦島高校出身の選手です。さあ大阪府警はある意味ノープ、全く経験がない来歴の方もいらっしゃるのか、高校からそのまま続けられている方、あるいは高校の学歴のままアメリカンフットボールに参戦されている方も結構見受けられます、はい、こういった点も非常に心強い存在であると思います。さあセカンドアウェイトの状況はオプションプレーを選択しようとしましたが、これは愛知が見事にカバーしており1ヤードロス。愛知のディフェンスよく見てますね。この辺はさすがというところでしょうか。さあここでホイッスルです。ただ今そうですね、タックル行った選手が怪我しましたかね。あ、愛知の選手の方が負傷ですか、はいはい、しかし結果的に1ヤードロスを奪ったのでナイスプレーでした。まあ、あれだけずっとランプレーを、ね、されているのでディフェンスも相当疲労が溜まっているんじゃないですかね。そうですね。で同時にフィジカルはやはり大阪府警はなかなか侮れないということでしょうね。なるほど、そうですね。おそらくディフェンスラインの90番の選手でしょうかね。はい、松本翼選手ですかね。あ、序盤から活躍されていた松本選手のようです。ある意味は序盤からということで疲労も出てきてるかもしれません。そうですね、先ほども1回あのサイドライン下がられるシーンもあったので、はい、ちょっとそこの部分かもしれないですね。まあ、いずれにせよこのサードダウンのシチュエーションになったので、うん、まあ、パスで行かざるを得ないかなと思うんですけど、ちょっと厳しいですね大阪府警は。そうですね、パスとなりますとタッチダウンを取ったプレーは確かにありましたが、はい、ちょっとその点では身を取る感は正直ありますね。そこはクォーターバックを務めています菅野選手の能力に委ねられているというところになるでしょうか。はい、自分で歩いているようですので、おそらく大きい負傷ではないと思いますが、まあ、それが幸いかと思います。はい、良かったですね。さあ、この幕開になりましたインターバルが果たしてどちらに基地となりますでしょうか。うん、状況はサーダウン9、ボールオンは大阪ガス陣の41ヤードの地点という状況になります。試合時間残り4分ちょうどの状況で果たしてどうなりますか。さあ、時計が回ります。
大阪府警サーダウン9。ここもアイフォーメーションですね。はい、あえてのオーソドックスなこのフォーメーションから何をするか。あ、なるほど、カウンターだ。うわー、これをしかし止めた。裏をかくように左オープンをまくろうとしましたが、しかしこれは愛知が見事に止めました。レフリータイムアウト。ここで負傷者発生によるレフリータイムアウトです。ここはね、パスでもなく、今までやってたようなオーソドックスなランでもなく裏を変えたプレーだったんですけど、はい、愛知が早かったですね。早かったですね。はい、これは大阪府警としては裏を変えた、ある意味トリックプレーに近い要素だったかしれませんが、スピードにおいては愛知の方がまだ優れているということでしょうか。そうですね、むしろハードヒットを食らってしまいましたね、はい、大丈夫ですかね。ここフォースダウンをギャンブル行くのかどうかというのが一つ気になるところですね。もう残り時間が3分27秒ということなんで。そうですね、時間がもうないという状況ですから、攻撃のスタイルから言いますと、もう全てで勝負という状況避けれないかもしれません。はい、あ、タイムアウトですかね。チームタイムアウト。大阪府警後半1回目です。はい、そうですね、大阪府警がここで後半2回目のタイムアウトを取りました。やはりここでタイムアウトを取るということはギャンブルの可能性は結構ありそうですけどね。そのための仕切り直しと考えるべきですね。はい、あ、メッセージも入っています。トマト様、愛知頑張れというメッセージいただいています。確かにここでその応援が実ったか、逆転となっております。そして松本様ですね、松本彩香様、90番の応援をされている方でしょうか。今一旦離れましたが、再び戻ってきて活躍することを期待したいと思います。おお、すごいですね、90番の松本選手、広島から参戦してそうです。あ、そうなんですね。あ、こういったプレーも見るんですね。本当にね、社会人のリーグは各地から集まってされているのがすごいと思いますね。はい、さあ試合再開となります。あっと、しかしフォーメーション、ハントフォーメーションをチョイスした。ハントですか。さあ普通に蹴るでしょうか。あっと、ここでホイッスルが。反則です。フォルススタート。オフェンス、不正なスタートを切ってしまいました。5ヤード抜体してのフォースダウン、やり直しとなります。ここで後ろに下がるのはデメリットになってしまう。そうですね、何気にこの5ヤードも痛いですね。まあ、プレッシャー同様というものがやはりどうしても出てしまう状況、それが反則という形になってしまいました。さあフォースダウン11でやり直し。あ、ここはどうだ、なんとか蹴った。これはでも結果的には転がっていきましたね。そうですね、結果的に素晴らしい。プレッシャー浴びながらでしたけれども、結果的の愛知陣20ヤード付近まで返しての攻守交代となりました。はい、スナップが乱れて、そしてプレッシャー来る中でよくあそこに蹴り込んでという形になりましたね。そうですね、あのパントを蹴りましたのは6番の平石選手、流通科学大学のプレイヤーですが、なかなか素晴らしいものを見たと思います。はい、素晴らしい対応力でしたね。さあ、ただ残り時間がね、3分15秒なんで、この、愛知のシリーズを全部止めて、そうですね、はい、すぐに攻撃を回さないと厳しくなってきますよね。はい、あわよくばここでビッグプレーないしはターンオーバーが欲しいというのが本音でしょう。はい、さあ自陣22ヤードのシチュエーション。あ、パスですね。投げた。あ、いたぜ。なんとここでインターセプトだ。今リチャさんがおっしゃられた通り、ここで出ましたね、ビッグプレーが。ここで愛知はクォーターバック長浜でした。
ある意味、まあ、私としてみれば長浜ならばという状況だったと思ったんですが、それを奪いました大阪府警。見事なインターセプトにより攻守交代を勝ち取りました。試合時間残り3分1秒で再び大阪府警の攻撃に変わります。いや、大阪府警にとっては大きすぎるインターセプトですね。まだそうですね、はい、3分1秒で50ヤード地点なんで、はい、結果的にほとんど時間を失わないまま、そうですね、攻撃を得られた。しかもハーフウェイからまだランプレーも含めて全然ねできる時間ですね、はい、この1プレーは先ほどのインターセプトで失ったのと同じ、逆に取り返したのと同じぐらいの大きいプレーになったように感じますが、さあホイッスルだ。チームタイムアウト、大阪府警シール。ここでタイムアウトを使い切った。前半2回、あ、後半2回目ですかね今の。え、2回目ですかね。2回目ですかね。あ、3回目だと思っていましたが誤っていたかもしれません、申し訳ないです。ただタイムアウトをここで使っちゃうのはちょっと残り時間を考えるとかなりの厳しいですね。大きい判断だったと思います。はい、もう割り切ってどんどん攻めていくということなんでしょうね。はい、この残り3分に勝負をかけるタイムアウトを取ったように見えます。さあ残り時間3分1秒で大阪府警ハーフウェイからファーストダウンテン。フォーメーションピストルフォーメーションに変わりましたね。本当だ、ショットガンピストル。さあそこでまず QB キープ、クォーターバック8番が自ら持ち込んだ。ゲインは約4ヤード。8番は菅野、阪南大学出身。さあここで今ホイッスルが鳴っています。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生しているタイムアウトを取られました。これは両チームのタイムアウトの数には関係ありません。1番の愛知の勝本選手ですかね。これは愛知の大黒柱とも言うべき選手です、はい、このシチュエーションではディフェンスで出ていたということになります。この選手は攻守ともに、そしていざとなればクォーターバックも務められる、まさに万能型のプレイヤーです。さあそして時計が回りました。試合時間残り2分40秒を切っています。大阪明日相手陣の46ヤードからセカンドダウン6。さあプレッシャー来てますね。キュービーサーク、これを愛知93番仕留めました。キュービーサーク、プレッシャーかわしてなんとか投げたかった大阪府警の8番菅野、しかしこれを愛知93番逃さなかった。93番の浜谷、愛知学院大学出身のプレーがここで見せました。愛知、まあ、パスカバーに人を抑えてしっかり守ってカバレッジサックのような形になりましたね、はい、さあさらに12のシチュエーションはどうする大阪府警。さあ投げた、このパスは不成功、空いていたが通らない。そうですね、ちょっとボール浮いちゃったような形でしたかね。はい、ポイントは良かった、しかしこのパスは失敗でフォースダウンに変わります。もうここはギャンブルですね。そうなりますね、はい、試合時間残り1分36秒となりました。大阪府警ボールオン自陣48ヤード、フォースダウン12のシチュエーションで、さあギャンブルに入る。さあ追い込まれた中でパス決めれるのかというシチュエーションですね。勝った。4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代になります。ターンオーバー。チームタイムアウト、負傷者のためのチームタイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。
今のは投げたかったですが、しかしついに投げられませんでした。そうですね、愛知もう最後パスカバーしっかりする中でちょっと投げるポイントはなかったですかね。なんとかしようというそのあがきは感じましたが、はい、残念ながらこの4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。やはり愛知のディフェンスが終盤キュッと引き締め直してきたというか、後半はね硬いですね。はい、さすがに優勝常連チームなだけにここ一番でその本領を発揮したというふうに感じさせていただきました。はい、さあそして試合は残り時間1分24秒という状況で愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。ボールオン自陣49ヤードからファーストダウン10。さあ手堅く中央へのランプレーとしました。中でボールを持った選手が倒れたので時計は回り続ける形になります。ゲインとしてはむしろ2ヤードロスとしていますが時計は回ります。試合時間まもなく1分を切ります。さあ大阪府警に次のチャンスが訪れるでしょうか。セカンドダウン11のシチュエーションです。さあ中央へのランプレー、中で倒れているので時計は回ります。試合時間まもなく残り30秒を切ろうとしています。もうこのまま流れていきそうですね。このまま流しますね。残り時間10秒を切りました。はい、インターバルタイムそのものを使い切ってもこの時間が消費される格好となります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。試合終了となりまして愛知ゴールデンウィングス17点大阪府警シールズ14点で愛知ゴールデンウィングス逆転勝利でこの試合をまず白星としました。ナイスゲームでしたね、秀坊さん。いや本当に面白い試合でしたね。特に前半、愛知が、下馬評で優勢と聞いていた中で、はい、大阪府警が素晴らしいプレーで14点を取ったんですけど、やはり後半はさすが愛知ということで、ボールをしっかり奪って逆転のタッチダウン素晴らしかったと思います。愛知ナイスゲームでした。そしてその対戦相手でした大阪府警も見事な一戦でした。両チームナイスファイトでした。いや秀夫さん、開幕戦から本当に面白い試合を見せていただいたという印象がありますが。いやそうですね、私もじっくりこうして愛知ゴールデンウィングスと大阪府警シリーズの試合を見るのは初めてだったんですけど、はいはい、もう両チームのこの試合にかける、熱い思いがもうプレーに全部表れていて、私たちファンとしてもすごい、楽しませていただいたなと思いますし、はい、こういう貴重な試合でこうやってゲストに呼んでいただけて大変嬉しく思います。今後もぜひぜひお願いいたします。はい、なかなか一人は大変そうですよね。はい、また我々も観戦会をしながらですね、はい、聞いている皆さんもよければ一緒に観戦もいけたらと思いますが、はい、こういった形で YouTube にも登場したいと思いますのでよろしくお願いいたします。どうも本日は飛び入りで参加いただきました解説として加わっていただいたゲストのレッツハドルの秀坊さんでした。どうも秀坊さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございます。
さあこれでまず初戦を白星に飾りました愛知ゴールデンイーグルス、5度目の優勝に向けてまず景気のいい形での一戦を終える形ができたと思います。しかし 3シーズンぶりの復帰となりました、大阪府警シールズもこの一戦によって実戦を取り戻せる感覚がつかめたと思います。今シーズンの台風の目として期待したいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一旦は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技で全力に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでもくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたなのかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、これからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日はここで一旦配信を終わらせていただきます。本日 2022X3 の配信は X3 ウエスト全13チームの協賛による共同企画によって実現しております。今画面に映っております数々の方々のお名前が挙がっておりますのが、その協賛に応じられた方々です。この方々のご善意によりましてこの配信はなっております。非常に感謝しております。ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信の概要欄のところにその申し込みの URL が掲載されております。ぜひその意がある方にはその意を振るっていただき、賛同いただき、ご協賛いただければ感謝申し上げます。本日の配信を担当させていただきましたのは道楽屋リチャーでした。それでは失礼いたします。